ほら、むにゃなんて言ってる場合か。なんだとは何よ。起こしてくれって頼んだのは陽一じゃない。起きろ起きろ。余計な時間がかかるんだから粘ろうなんてしないでよね。寝ぼけてる暇はない。さっさと顔洗って出てこないと、もうお店開けちゃうよ。じゃあ先に店に行ってるよ。この前みたいに寝癖がそのままなんてことはないようにね。
ユキさん、違うんですってば。今日も大活躍だったそうですね。そうです、さすが店長。店長もかすみさんみたいに何でもできるんですね。ございます。はい、こちらこそ。店長さん、おはようございます。すみません、注文を。女の子
を走らせるんじゃなくて、陽一が言ってくれてもよかったのかい？どうしたの？そっか。店長、オーダーです。ダメダメ、そんなのんびりした考えじゃ本当に店が潰れちゃうんだからね。店長なんだからしっかりね。でしょうか、店長。あ、ちょうどよかったです。さっき整理していたら、そろそろ足りなくなっているものがいくつかあったんです。シナモンと重曹、あとはアーモンドです。私も買い物、一緒に行きましょうか？じゃあ行きましょう。任せておいて。何回か違うお店に行ったんですけど、最近は食材ごとに買うお店が決まってきました。あ、それは大丈夫です。今日の買い物はみんな同じお店で済みますよ。だいたい同じお店で買うものは同じタイミングでなくなってくるんですよ。あ、ここです。左に曲がってすぐそこにあるあの看板のお店です。あ、店長。はい。でも産地によって微妙に香りとかが違うんです。だからちょっと比べてみようと思って。店長とお話ししながら買い物に来るの楽しかった。ああ、お仕事中なのにそんなこと言っちゃいけないですよ。私って昔から人とお話ししたりするのが苦手だったんです。誰とでも気さくに話せる里美みたいな子が羨ましくて。バイナリーポットでバイトしようと思ったのも、こういうお客さん相手のお店で働いてそんな欠点を直したいと思ったからなんです。でもなかなか簡単に性格って直らないですよね。そうですね。わかる気もします。でも人付き合いが上手くなりたいっていうのはやっぱり私の憧れです。
方は大丈夫です。相変わらずマニュアルは頼りにならないんですけどね。でも、ここまでひどいのはめったにないんですよ。今日は、たくさん飛んでるみたいです。いえ、ソフトだけだから、後ろを開けたりしませんから、それは関係ないと思います。でも、こうくしゃみが止まらないと、能率が上がらなくて。でも、あと少しで終わるから大丈夫です。営業時間中に再起動はかけられないから、使えるのは明日からになりますけどね。そうですね。休憩に入ったら行ってこようかしら。他の子たちはまだ頑張ってるのに。じゃあ、お言葉に甘えさせていただきますね。誰だって最初は知らないんですよ。店長も一緒に行きましょうか。最初は構造を勉強するところからでいいです。